起立、気をつけ、始まるよ、キラトマスレイ、お願いします。はい、ということで本日も始まりました、キラトマロー君ということで、はい、本日も実も皆さん、はい、はい、学ぶ準備はできておりますか？もちろんです。 OK、計10番ということで、もちろんです。ということでね、はい、先生に見ていただきましょう。今日学ぶのは一体何でしょうか？先生、お願いします。イエーイ、先生。皆さんこんにちは。はい、今日授業を担当しますフリーアナウンサーの寺島啓太と申します。よろしくお願いします。お願いします。今日皆さんに学んでいただくのはこちらです。はい、滑舌を学ぶ、はい、学ぶ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 、滑舌を学んでいただこうと思います。はい、お願いします。はい、滑舌自信がある人ございません。上がらない。はい、はい、まあ、皆さんね、これから人前に出て喋ることであったり、カメラの前で喋ることたくさん出てくると思います。その時に滑舌が悪いと、えって何喋ってるんだろうと思うと思いますね。残念なことになっちゃいますよね。はい、ということで少しでも伝わるようにですね、皆さんにはこの滑舌を学んでいただいて、これを有効に使ってもらえればと思っていますので、よろしくお願いします。お願いします。はい。では滑舌を学んでいく、まず初めですが、滑舌を良くするトレーニングでございます。トレーニング、はい、お願いします。皆さん普通のトレーニングはしてますか？はい、してます。はい、まあ、これダンスに向けてもね、トレーニングというのは必要だと思いますし、はい、やってると思いますが、じゃあこれを喋る上でのトレーニングということで、はい、はい、皆さんじゃあ立ち上がってください。はい、はい、はい、よっしゃ、スカッと、はい、じゃあ喋る上での筋肉どういうふうにやるか。お腹を動かすんですが、これを声と合わせて乗せます。ちょっと軽くいきますね。はっ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 、はい、ちょっとじゃあ皆さん、まずはなんとなくやってみましょう。はい、せーの、はっはっはっ、動かせてるっていうことになるんですけど、腹筋自信がある人、あ、はい、お、じゃあ鈴木くん、じゃあちょっと腹筋見せながら、じゃあどういう風に動いてるか。うわー、うわー、ついに来たや。受けてみようか。うおー、わーお、筋肉あるね。おー、すげえ硬い、硬い、わっつ、いけいけ、はっ、いいよ、はっ、はっ、はっはっはっ、恥ずかしさから声が出てません。はい、もうちょっとだ、はい、これって はじゃないとダメなんですか？なんか他の言葉に置き換えたり。確かに、確かに、非常にいい質問をしてくれました。おー、答えてますよ。というのも、このお腹を動かすので、まずははというので、一番こう息が出る練習でまずははをやります。はい、はい、でもこれを全部の音で出せるようになれば、それだけ声を出すときに全部の声がきれいにいい音で出るわけですね。おー、いい音で、いい音でございます。はい、ずっと使ってそんな、ね、確かにめっちゃ通るよね。じゃあ自分の名前を遠藤くん。はい、遠藤翼です。お、いいじゃないですか今の。おー、じゃあ今度は遠藤うっていうのをお腹を動かしながらやってみましょう。はい、どう、遠藤うつばさ、いいじゃないですか。あ、じゃあもう一回これで遠藤翼でいきましょう。はい、遠藤翼です。おお、すげえ、さっきより出たよね今ね。出ました。すげえ、アナウンサーに近づけた。全然じゃない、滑舌を
よくしたところで今度は音をしっかり出そう。おお、はい、まずはですね、皆さんの現状、滑舌がどれぐらいなのかというやばいぞ、チェックか、やっぱりやばいな、滑舌チェック、早口言葉に挑戦してもらいます。早口言葉だ、俺らの課題だ。そうだよ、まず神々だからな、俺ら。その中でまだ自信あるよっていうのは誰かいますか。いや、俺的にケンちゃんいけると思う。いやー、じゃあいきます。まあ、背中見せるわ。いや、お願いします、リーダー。リーダー見せてください。まず、この早口言葉、はい、はい、こちら参りましょう。まあ、全然、なんでも濃いって感じですね。はい、うん、いっちゃえ、もう、まあ、いきます。この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけと。うおこれはハイタッチしていいやつ。ありがとうございます。しょ、一発目でこれ出ちゃう。やばい、俺いけないっていうのを考えてたわ。すげえ。いや、できたね。できました。マジかい。遠藤くんいきましょうか。はい、遠藤いけそうっすよね。遠藤いけよ。この竹かけに竹かけ方なのは竹竹かけたかったから竹かけきた。ありがとうございました。やりきったかも。イエーイ。雰囲気 OK。 ありがとうございます。山本が行きます。はい、はい、山本行けるぞ。この竹かけに竹かけたのは竹かかったから竹かけた。ちょっと難しい。最初いい感じだった。本当ですか。1秒目はなんか割といけたんですけど。じゃあ続く行きましょうか。はい、よし、もうそれでは行かせていただきます。カエルペコペコビビクキョアクセペコペコビビクキョ。ちょっと短いな。正解。後半こんなタイトだったね。正解。どうですか、先生。今鈴木くんが一番これから頑張ってもらいたいと思います。伸びしろあるよ。伸びしろある。いいね、いいね。ジャズシャンソン歌手新春シャンソン賞。ジャズシャンソン歌手新春シャンソン賞。どうですか。イキリがオッケー。やったー、素晴らしい。はい、ということで、まあ、これはあの皆さんの現状どれぐらいかというのを知るためにやってもらいました、はいはい、じゃあこの早口言葉をどうやったらうまく言えるのか、はい、ここアドバイスしたいと思います。お願いします。はい、1414、うまいこと出すということで、はい、あいうえお、この母音が大事になります。はい、はい、ということで、喋るときもですね、このあいうえおをすごく意識してください。はい、例えば、自分の名前を言うとき、寺島啓太っていうのですね、これ。寺島啓太。この、ちょっと伸ばすぐらいの意識を持っていると、一音一音が大事になります。はい。ポイントしっかりですね。では、これまでですね、皆さんには滑舌が良くなるあれこれを学んでいただきましたが、はい、ここからは最終試験です。試験、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 皆さんにはですね、今後、まあ、こういった番組の MC、まあ、バラエティ番組であったりとかね、こういったものをやってもらうことが多いと思います。こういったところでの簡単なバラエティ番組の MC 原稿を用意しましたので、おそちらを滑舌よく、やばい、はい、感情も乗せて読んでもらいたいと思います。はい、はいはいはい。ちなみになんですけれども、最初に自己紹介をしてもらって、はい、アドリブで答えるこのフリートークの部分があります、はい、そして早口言葉もあります。わーっということで、まずは、はい、お手本を。ありがとうございます。お願いします。お願いします。さあ始まりました、キドフェの学園。司会を担当しますフリーアナウンサー寺島啓太と申します。よろしくお願いいたします。まあ、暑い日が続いてますんでね、こういった時、まあ、外に出かける時、ペットボトルの水持って出かけるという方いらっしゃると思います。ただ塩分補給っていうのが大事になりますよね。皆さん、こう塩分補給、塩飴であったりとかスポーツドリンク、こういったものもですね、しっかり補給しながらですね、一日過ごしていただきたいと思います。さあ本日お届けするのは、早口言葉キングは誰、隣の客はよくかき食う客だ選手権です。それではキドフェの学園スタート。うわー、すげー、違うよ。いや、きついぞこれは。では
行くか挙手制です。どうぞ。行きたいと。はい。よし。いやー、心強い。さすがだ。心強いよ、めちゃくちゃ。自分のタイミングでどうぞ。さあ始まりました、キドフェノ学園。司会を担当するキッドフェノメノンの曽根松健介です。よろしくお願いします。最近はとても暑くなっておりますが、僕たちただいま武者修行を回らさせていただいておりまして、皆さん本当に水分であったり塩分であったりぜひたくさん取っていただいて、僕たちと楽しい夏を過ごしていただけたらと思います。さあ本日お届けするのは、早口言葉キングは誰、坊主が上手に屏風に坊主の絵を描いた選手権です。それではキドフェノ学園スタート。おー、いやいや、すごいよ、すごいよ、マジですごいよ。まずじゃあ自分の手応えどうでしたか。いや、ちょっと悔しいですわ、すごく。いや、でも、本当、あれだよ、すごいわ、やってみ、びっくりするよ。いやいや、すごいよ、すごいと思ってる。でも、リーダー感あったよね。ありました、うん、ありがとうございます。はい、しゃ2人目、行きたい人。